君の名はっていうのはこれまでのビターな深海ドラマ。深海誠監督のドラマに比べて、そのビターな深海ドラマに砂糖をたっぷり入れてミルクもちょっと加えて滑らかにした。ダークチョコぐらいのさじ加減になってくれたんだよね。で、邦画のさ映画ってさやっぱ何が違うかってさ。ハリーポッターの新作の何だっけ？ファンタスティックビーストを見た人はわかると思うんだけど、あれ、本当に内容がないんだよね。<laughs> ただ、絵はものすごい。本格的なんだよ。 絵作りっていうで「スター・ウォーズ」の新作の「ローグ・ワン」もう予告編見たら分かる通りめちゃくちゃ絵が本格的じゃん。で邦画ってああいう本格的な高級感のある絵っていうのがもう本当にね作れないんだよね本当珍しい風景を写すぐらいしかなくてでそういうのに比べてものすごいクオリティ圧倒的に美しいルックっていうんだけどさそれぞれの映画なりの撮り方の個性漫画家でいう絵の個性絵面みたいなことを 映画では撮影監督が持ってるルックっていうんだけどさ新海さんはそういうルックを持ってる作家なんだよね。なのでものすごく美しい構図画面が出てこれるとで中国でも大ヒットして、まあ、残念ながら3億円ぐらいの買い切りだったそうなんだけどもそれでもチャイナマネーが大量に日本のアニメ産業に対して動いてるそうなんだけども「君の名は」ってね総括すると21世紀のローマの休日だと思うんだよ。 ローマの休日っていうのは青春ドラマ恋愛ドラマのもう本当に原型中の原型で世界中の人が知っていて世界中の人が共感できる話としてハリウッドで作られたやつなんだけどもあの時代はスターが出てきて観光地としてのローマ。 みんなが行きたいところに行ってお姫様と新聞記者の恋愛を書くっていうのが世界恋愛映画足りえたんだけどももうね今ね世界中の人が憧れることができる21世紀の恋愛ストーリーっていうのは「君の名は」みたいなもんだと思う出会いいがががあああっって、て、悲しい別れがあって含みがあるラストシーン。これも基本的に言えばもうローマの休日の持っている枠組みっていうのを踏襲してるよね。で こういうワールドスタンダードな恋愛ドラマが日本のアニメから出てきたっていうのはすごいね嬉しいし黒澤明の七位の侍以来の多分世界の映画に対する影響とかショックを与えるだろうというふうに思ってんだ。